YouTube を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。皆さんこんにちは、毎度おなじみ切れ字の頻尿実況者タクです。前回ですね、めちゃめちゃ長い時間をかけてついに色違いのヒコザル星ヒコくんをゲットすることができました。もうね、本当に苦労して手に入れたポケモンなので、もう星ヒコに対する愛着が僕は半端じゃないですね。というわけで現在は次の町であるマサゴタウンにいます。一応ルールのおさらいなんですけど、今いるマサゴタウンの次の町ことぶきシティに行くまでにまた色違いポケモンを1匹ゲットしなければいけません。というわけで今回からは草むらに入って自然遭遇での色違い厳選になるんですが、まずは今回行けるエリアの紹介をしたいと思います。今回3箇所ありまして、201番道路、202番道路、宍道湖、この3箇所なんですけど、今回は202番道路に絞ってやっていきたいと思います。これなぜかっていうと、この202番道路が出現するポケモンの種類が一番多いんですよね。というわけで今回はこんな感じでやっていきたいと思います。それでは早速202番道路へ行ってきます。はい、着きました。といってもね、すぐ隣の草むらなんで速攻で着いたんですけど、移動中に一番大事なものをもらいました。こちらモンスターボール5個。今回はですね、自然遭遇の最初なんで、このもらったボールを使って色違いポケモンをゲットしたいと思います。それでは始める前に、現在のプレイ時間は45分です。それではパート2最初の戦闘行きましょう。さて、今夜私がいただくのはピカチュウピレグミ電撃トロピカージです。どうぞ。結局茶番やっちゃったよ。もしかしたら今変なものが映ったかもしれません。ですが特に気にしなくて大丈夫です。というわけで今回は一体どんな仲間に出会えるのでしょうか。色違いマスターへの道プラチナ編第2回スタートです。皆さんこんにちは。今回もこのお時間が来てしまいました。9999。というわけで今回もカウンターの限界突破していきます。というわけで1万回目、いや前回あんだけ泥沼ハマったのにさ、1万。今回もしかして早く出んじゃねって思ったのに、何この余裕で1万ですけどみたいな感じ、マジで勘弁してくんねえかな。チャンネルの趣旨とは違いますが、これ倒してればポケレスにかかるまでの何匹色違い出るかとか検証動画とかもできそうですよね。確かにそうやってなんかメインの目標は色違い捕まえることなんだけど、なんかこう同時進行で別の検証もできるっちゃできるよね。ちなみに今ついてるか一応見ましょうか。逃げるでつくんだったかちょっと忘れちゃった。ついてる。マジでこれいつの間についた。嘘でしょ、ポケレスついたんだけど。さっきついてなかったよな、これさっき見たらついてなかったよな。
どうもタクです。この画面で察している方もいるかもしれませんが、19,999 というわけで鬼の2万回突破という感じになってしまいました。頑張ります。序盤の運悪すぎませんか。2万ちょっと待って、2万ってさ、もうなんか普通に2万になっちゃってますけど、いつ出るんだ。マジでこのシリーズやばすぎないか。好きなポケモンランキング1位ブラックピレム、2位ガブリアス、3位ゼクロン。なるほどな。やっぱブラックピレムは不動の1位だった。タクステッカー作ってください。かタクステッカーか、ステッカーはありかもね。安くできそうです。25706 25706。あー、来た、コリンク来た、コリンク来た、命が来た、やべ、来た、みんなちょっと待ってくれ。お望み通りのコリンク命が来た。25,706回目で、やべ、ちょっと待って、お腹痛い、今叫びすぎた。お腹痛い、ちょっと待って、レベル3でしょ、レベル3だ、レベル3のコリンク命が来ました。ちょっと待って、ここからが勝負。まずはバック。ちょっと待って、マジでお腹痛い。ボール、モンスターボール5個あるんで、5個で捕まえるぞ、この色違いコリンク。ちなみに現在25,706回目です。というわけで5個しかないから投げます。いくぞみんな、頼む。一発目で来い、捕まれ、頼む。1、2、3、ガー。ちょっと待って、やばい、やっぱ一発じゃ無理だった。みんな体当たり来る。ちょっと待って、これレベル3ってすげえ微妙なとこなんで、マジでレベル3はマジでちょっと急所当たったら最悪殺す可能性があるから、ちょっともう一回だけモンスターボール投げます。もう一回だけ投げて、ちょっとこれでもダメだったらちょっと削る可能性が出てくる。出す、とりあえず捕まえま、モンスターボール投げます。もう一回投げます。頼む、ここで捕まってくれ。いけ、1、2、3、よっしゃ、来た、25,706回目にしてお望み通りの色違いコリンク来ました。完璧、最高のパート2、コリンク色違い来たぞ。みんなマジでやっと動画上げられる。これは来た、最高のポケモン来たぞ。コリンク先行ポケモン電気、体を動かすたびに筋肉が伸び縮みして電気が生まれる。ピンチになると体が輝くらしいぞ、みんな。はい、というわけで、ニックネームコリコリでいきます。はい、というわけでやっと色違いポケモンゲットできました。じゃあステータス見ましょうか。いやー、来たー、マジでようやくですよ、本当に。コリンク光っております。マジでやっと来た。おとなしい性格、今日が2021年8月14日です。昼寝をよくして苦いものが好き。そうなんだ。あ、特性闘争心ですね。というわけで個体値については、有識者の皆様よろしくお願いします。そうだね、威嚇、闘争心と威嚇どっちかだったんだけど、今回は、闘争心ということになりました。性別が同じだと攻撃が上がる。なかなかパワーがありますね。というわけで体当たり以上ですね。
いやーマジでやっと星彦コリコリも最高のコンビやんけこれマジで。あそうね、あのポケレスついたんだよね。残念ながらコリコリにつけてあげられないのはちょっと残念なんですが、いやーでも本当に最高の色違いポケモンの仲間を迎えられて僕は最高の気分です今。というわけでまあもう一回レポート見せますが、プレイ時間166時間52分です。今日が8月の14日なんで日数的には46日間かかりましたね。まあ、一応今回の感想としてはですね、やっぱ草むらの色違い厳選ってあの前回の御三家厳選と比べると効率的には本当に回数重ねられるんですごい良かったんですけど、その分ずっとこの草むらもう走り続けなければいけないっていうのがちょっと辛かったっていう感じですね。本当気が休まらなかった。あとこれだけ回数がいっぱいどん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 重なってっちゃってもう2万5000とかになっちゃった時にこれ最悪星彦の3万3236もう越すんじゃないかっていう恐怖とちょっと最後の方は戦ってましたね。まあちょっと結果的にはねこのぐらいの回数で出てきてくれて本当に良かったです。というわけでね、最高の仲間を、迎えることができたので胸を張って次の町へ行こうと思います。というわけでこの動画の続きが見たいと思ってくれた方はチャンネル登録、あと高評価していただけると次の動画も頑張ろうって思えるのでぜひしていただけると嬉しいです。それではまた次回お疲れ様でした。